まるで魔法陣のような絵が浮かんでる。これって一体。あの竜の眷属は一撃で強っ。我の眠りを妨げる者。おや、人間の子供もいるのか。あなたは珍しいな、こんな場所にやってくるとは。50年ぶりの人間、いや数百年ぶりか。ではどれ、コフルトするか。ちょっと待ってください。ただ追われてただけで。待て、いやー、ほう、なかなかやりおる。もっと我と戦おうではないか。まずいぜタクマ、さすがにもう一回戦うのはきつい。はっきり言ってけど、向こうはその気だよ。戦うしかない。そこまでです、バイフーマン。彼らの力は十分に分かったはずです。バイフーマン、でも彼は一体他にも生存者がいたのか。それに彼らの中に因縁を持つ者もいます。そうだな、ここまでにしようか。よくわからねえけど、とりあえず助かったのかだと思うけど。バイフーモンとはまさか死生獣の。このような場所でお目にかかるとは。死生獣、つまり主を封じている4体のうちの1体。正確にはあの方の従者の一人にすぎません。私たちは朝廷の命により乱世に備えるためこの世界へと使わされたのです。そう、神獣の力を得て、その力でもって日の本を治めるため。そのために私たち5人は生贄として捧げられた。そうか、そういうことか。いまいちよくわからねえんだが、おとなしく話を聞いておくべきか。だと思う。今話を聞いておこう。ですが、その力はあまりにも強大で恐ろしいものでした。私たちの仲間の一人ハルチカはその力に飲まれ暴走してしまったのです。だから私と仲間は力と引き換えに人の心を失いました。そしてハルチカを縛るためこのバイフーモンと共にここにいるのです。しかしそれも限界が来ています。あなたたちが来たのは天遊かもしれません。限界が来るってどういうことですか。あの霧のことです。ここにいてもあの霧のせいでこの世界が少しずつ崩れるのを感じます。いえ、世界だけでなくこの世界にさまよう魂も崩れ消え始めています。それはきっと私も例外ではありません。つまりこの世界の崩壊の影響を受けてこの世界を守っているあなたたちも限界が来ている。ええ、そうです。私が消えるのも
時間の問題でしょう。この世界の崩壊がきっかけで全てが狂い始めたのだとすれば、つまりこの世界を正せばみゆきも取り戻せるということなのか。みゆき、僕たちの仲間の一人です。今は主に取り込まれていますけど。そう、彼女は今主に取り込まれて僕らを生贄にしようとしているんだ。奇妙な話ですね。取り込んだ人間を仲間として使うなどありえません。いや、そうか、春近は彼女を使って最後の願いを叶えようとしている。あのように危険な願いをまだ諦めていないのか。お願いです、みゆきを助けるために僕たちに力を貸してください。僕たちの世界もこの世界もどちらも救いたいんです。そのためにもみゆきはどうしても助けたい。だからお願いします。その願いしかと受け止めました。じゃあ、ならば他の死生獣に会ってあなたたちの力を認めさせるのです。ここは西の祠、あなたたちの力は十分に分かりました。残りは東と南、そして北になります。死生獣の力を使えば主を正気に戻すことができましょう。死生獣の力、あなたたちが私と梅風門を知ったことで春地下を抑え込む力が少し戻ったようです。ここはもう安全でしょうが、他の祠への襲撃はより激しくなるでしょう。ここよりも激しいのか。結界の力が弱まっているのは北、東、南の順です。今や具体的な祠の所在は分からなくなりましたが、霧が立ち込めていればそこが目印となりましょう。霧を目印に北、東、南。うち、もうあんまり覚えられないかも。私も。大丈夫だ、僕が覚えておく。にしてもややこしいな、バーッと集まってくんねえの。力が弱まっているってことだから難しいのかも。あとはあなたたち次第です。なんだ、どうなってやがる。私たちが成し得なかった対岸をあなたたちに託します。この私が人間と獣ごときに。待ってください、これ以上は戦いたくない。僕らはお願いがあって来たんです。うん、貴様らの話を聞く理由などないわ。私はまだ戦える。そこまでです。梅風門と一緒にいた。いや、別の人のようだ。はじめまして。梅風門と会った方々とはあなた方か。まさかシェンウーモンを打ち破る者が彼以外にいるとは。随分と鍛錬をされたようですね、かつての僕たちのように。ふん、私は少し油断しただけだ。次はもう負けん。存外そうでもないかもしれませんよ。さて、改めてお礼を言わなければなりません。僕たちの危機を救ってくれて感謝しています。いいえ、お礼を言われるようなことは。
僕たちはみゆきを助けたいだけです。みゆき？人間の名前か？はい、僕たちは主に取り込まれた仲間を助けるためにあなたの力を貸してほしいんです。どう思う？彼らの言葉に嘘はありません。それはあなたも今の戦いでわかるでしょ。まあそうだが。じゃあ力を貸してくれるんですか？それは良いが、僕たちの力だけじゃまだ君の願いを叶えることはできません。知恵を貸すくらいならできますが。知恵？例えばそう、君たちのそばにいる獣神、相棒、仲間、家族、言い方は何でもいいのだけれど、彼らと共にいて奇妙な居心地の良さを感じませんでしたか？確かにそういう感覚はあります。無理もありません。もともと人間と獣神はお互い魂の片割れ同士だから、お互いを補い合えば本来以上の力が出るのです。もしかしてアグモンたちが強くなったりするのは？ええ、おそらく本来以上の力が出たのでしょう。それに気づくまで僕らはこの世界をずっとさまよって、時には喧嘩もしました。あなたも僕たちと一緒だったんですね。その通り。この世界は僕たちの価値観では到底測れないことばかりでした。正しいものもあり、悪と呼べるものもありました。そしてハルチカはそのことにいち早く気づいて究極の力を得た。ハルチカ、きっとこの先には途方もない困難が待っているでしょう。それでも立ち向かう覚悟はありますか？もちろん立ち向かいます。大事な仲間を守りたいから。ああ、みゆきもファルコモンたちもみんな助けてんだよな。良い答えです。君たちならきっとどんな困難にも打ち勝てるでしょう。ありがとうございます。必ず打ち勝ってみせます。礼には及びません。君たちなら託せると思いましたから。え、どうしてですか？久しぶりに会った人間たちは随分と成長しているなって思ったから。猿が良い人間、我はお前たちに協力などしない。バイフーモンとシェンウーモンは僕たちの気持ちを分かってくれました。僕たちのことを信じてくれたんです。だからあなたも。ならば我が試練を乗り越えよう。かつて愚かにも立ち向かってきた者は数知れず、お前らも同じ鉄を踏むのか、それとも我に認めさせるのか、どれ、楽しませてみせろ。話し合いは無理か。やるしかねえぞ。僕も。いいな、少年よ、手出しは無用だ。我の相手はその大きなと獣のみ。良いな。だけど、これぞ試練。乗り越えられなければ力を貸すことなどない。タクマ君、ここは私たちに任せたまえ。何、勝ってみせるよ。ふん、勝手なこと言いやがって。教授、ガブモン、地
戦場に参る。ガブモン、力を使いすぎて元に戻っちまった。こっちの方が秋春は好きか？そんなことはない。どんな姿でもお前はお前だ。ありがとう秋春。まさか神龍門を打ち破るなんて。これなら彼を止められるかもしれない。教えてください、彼とは誰なんですか？思うに生贄に捧げられた少年たちの一人ではないのかね。それを語るには遠い昔のことから話さなければいけません。この世界にはもともと神も主と呼ばれる存在もいませんでした。私たちの世に住む人がこの世界を崇め、恐れ、敬う心、それらがこの世界を形作っていたに過ぎなかったんです。そのためその意識が黒い感情に染まれば矜持が起こる。我々の思いがこの世界に影響を与えていたというわけだ。そうです。人の思いこそがこの世界の根幹なのです。私たちは戦乱の時代に生まれ、他の4人の仲間と共に生贄に捧げられました。簡単に人が殺され命を落とす時代だから、この世界も黒く混乱に満ちていました。だからこそ私たちは誓ったんです。世界を再び融合し、神獣へと成長したもののけの力を使って、憎しみのない新世界を作ろうと。ですがその結果がこれなのです。その彼のせいなのか？つまり我々が主と呼んでいる存在の。はい、今では主となった彼は憎しみを捨てきれなかったのです。なぜなら彼を生贄に差し出したのは彼が心から慕っていた巫女、彼の姉だったから。裏切られたという思いが人一倍強くなってしまったのです。私たちも彼を止めようとしました。しかし私たちの力ではかろうじて彼の力を抑え込むので精一杯だったのです。だからあなたたちに託します。彼はただ怒りに飲み込まれているだけなんです。その彼を目覚めさせればこの世界や全てを救うことができる。どうか彼を、ハルチカをよろしくお願いします。絶対に助けるなんて無責任なことは言えません。僕らに無視を止められるのかまだ確証はないから、だからこう言うしかありません。やれるだけやってみますと。そしてやれるなら絶対に助けます。良い答えです。どうかハルチカをよろしくお願いします。神獣様を操る子供に頼まれるとはな。ハルチカ、前に会った人も言ってましたよね、彼らの仲間で主の正体。ああ、もともとこの世界の維持管理をするだけのシステムでしかないものにハルチカが何らかの介入をして今の主という存在になったのだろう。でもそのハルチカにも彼を心配する仲間がいるんですよね。そうだね。となればタクマ君。はい、必ず僕たちの手でハルチカも救いましょう。この力、この力ぞ。この力があれば我を捨てた一族どもに。
そんな、まさか。なんたること。いけませぬ。そんな、ハルチカ殿、あやつを止めるのです、ハルチカ殿。もはや遅し。お主ら、お願いです、ハルチカ様、沖をお沈めくださる。このままでは我らとて黙って見てるだけとはいきませぬぞ。ふん、今さら貴様らの言葉などせんなきこと。ほーれ、我が腹からはすでにかようなものよ。なんたることを。くらえ、くらい尽くし、暗黒が力、その身に宿すべし。この我の肉を食らうのだ。皆の者、どうする。このままだとあやつは。いや、やるしかないのか。うむ、いかにハルチカ様と合一しようと、邪悪な者など放っておけぬ。怒りと憎しみの尽きるまで怪人にせん。みんな無事か。あっちを見て、赤い光が見える。行ってみよう。この調子だとますます熱くなるかもしれん。おい、あれ、アグモン、ロップモンも全員の相棒が揃ってる。おい、アグモン、みんな一体どうしちまったんだよ。僕の声が、相棒の声が聞こえないのか。相棒か。誰。都合のいい言葉だな、人間どもよ。相棒などともてはやし、安易に我々を利用しようとは。赤い光が迫ってくる。まさか、あれが。間違いない。壁画に描かれていた最後の死聖獣、南方を司るスーツエモンだ。お願いがあるんだ、スーツエモン。僕らに力を貸してほしい。僕らは主の暴走を食い止めて、あいつに取り込まれた仲間を取り戻したい。そのために僕らは最後の死聖獣であるあなたに会いに来たんだ。つまりハルチカを倒し、この世を救うというのか。それだけじゃない、僕ら人間の世界もだ。ほう、
どうやら少しは志を持つ者たちであるようだな。だが我らですら成し得なかったお役目を何時らのような小僧どもが何とする。それはけどやらなきゃいけないんだ。だから僕の相棒であるアグモンを返してほしい。結局はそれか。求めるは我らという道具、それが人間の本性。たくま、まずいよ。すげえ怒ってる。人間の小僧どもよ、何時らにこの尽きせぬ我が怒りが理解できようか。スーツも怒りを鎮めてくれとは言わない。だがせめて理由を教えてくれないか。よかろう。何時らは真実を知り罪をあがなう必要がある。あれは今から千年前のこと。我らは人間と出会い絆を結んだ。それは素晴らしい喜びに満ちたること。しかし幸福は長くは続かない。最初の裏切りは人間から起こったのだ。かの時我らはあらん限りの力を合わせ主の本体であるハルチカを止めようとした。そしてあと一歩のところまで追い詰めた。だがさらなる裏切りが我らに降りかかった。それというのも我らが相棒と呼んだ者たちのせいぞ。あの人間の小僧どもめ土壇場でハルチカに情けをかけ決着をつけることをためらいおって、かくして我らは人間の世界に乗り込もうとする主を止める使命を果たすつもりが、その人間に足を引っ張られたのだ。わかるか、この怒りが、悔しみが。そんなことがあったとは。結局主を阻止するために我ら死生獣が犠牲となった。命を奪われたのではない。封印支柱として祠に封じ込められていたのだ。人間どもの世界を守るのに都合のいい主を抑えておくためだけの道具としてだ。貴様らもだ、コアッパ、バイフン、シェンウーモン、ジンロンモン、我が同胞を籠絡せしめた罪、万死に値する。あやつらもそうだ。コアッパどもの還元に乗せられおめおめと助力などしよって、あの非道なる裏切りを忘れたか、我が同胞どもよ。許さん、決して許さんぞ、人間め。許さない。アグモン、それに他のみんなも。どうした、様子がおかしいぞ。いかん、スーツエモンの怒りに影響されて正気を失っているんだ。我々に襲いかかってくるぞ。うわぁ、人間、許さない。アグモン、許さない、許さない。うわぁ、みんなどうして。人間と我らは決して分かり合えぬ。
常に貴様らの方から我らの心を裏切るからだ。そんなことあるもんか。アグモン、本当に僕だとわからないのか。アグモン、いい加減分かってくれよ。僕は君を裏切ったりしないよ。人間、許さない。でも、やっと捕まえた。タクマ、アグモンの手を握って、わざと攻撃を受けたのか？アグモンに近づいて、手を握るために？僕ら、ずっと一緒だよ。あれ？タクマ？そうだよ、僕だよ。アグモンの相棒の、いや、君の友達のタクマだよ。タクマ、タクマ、どうして怪我してるの？よかった、アグモン、気づいてくれた。急いで手当てしなきゃ。あれ、ここはどこ？って、うわあ、大きくて真っ赤なやつ。よかった。それにみんなも、人間許さない。クレモン、お前、まだ俺を恨んでたのか。そうか。だったら、ほら、来い。もっと殴れ。好きにしろ。お前には、そうする権利があるからな。そうだ。亮の言う通りだ。ごめんな、ロップも。君たちが悪いんじゃない。僕らはちゃんと分かってる。修士、何があったの？ロップも、ありがとう、戻ってきてくれて。よかった、みんな正気に戻った。何時らに相応の絆があることは認めよう。だが、未だ幼い小わっぱたちよ、いずれ裏切り、悲劇しか生まぬ人間たちと、あくまで共に歩むというのだな。君も僕らと同じなら、僕らの答えは分かってるはずだ。悪魔、みんな、よかろう、コワッパ。ならば我が怒りと悲しみの炎に抗ってみるがいい。まさかこのコワッパどもの持つ絆は、我ら死生獣の千年の重みにもかなうというのか。なるほど。どうやら人は千年の時を経て、新たな運命をこの世界へともたらしてくれたようですね。君は、あの時の。僕の姿が見えていたとは。やはりあなた方とは不思議な縁があるものです。いや、見えてたっつうか、感じてただけっつうか。てめえ、なんであんなビビらすような真似しやがったんだよ。申し訳ない。死生獣三体の加護を受けたあなた方を、どうにかしてこの場所へ導きたかったのです。
しかし心の外では力をうまく制御できず、不完全な形でしか意思を伝えられなかった。それであんな音を出したり物を動かしたりホラーじみたことになっていたわけか。それならそうと、他にやり方あったでしょう。そうよね、黒板に文字を書くとか、もっと分かりやすくしてくれたらよかったのに。まあまあ、結果的にここまで来れたんだし、もうその辺にしようね。感謝します。汝は我が相棒、なぜここに、何故今さら現れる。もしかしてずっと悲しい顔をしていたのって、相棒と離れ離れになっていたから。離れ離れ、そう、そうかもしれません。僕はずっとスーツエモンのそばにいましたが、その声に応える資格はありませんでしたから。そんな。しかし、あなた方が僕に決断する勇気をくれました。今から僕が語ることをよく聞いてください、スーツエモン。僕はあなたに深く詫びねばなりません。その怒りのすべては僕ら4人の不甲斐なさが原因です。そう、あの時僕らはかつて神獣と呼ばれる5匹の獣を相棒にしていました。しかし僕らの一人であるハルチカは生贄にされた一族、特に巫女であった姉への恨みを捨てきれず、相棒であるファンローモンを暗黒進化させたのです。暗黒進化。その強大な力は2つの世界を席巻する数多くの憎悪の意志を飲み込んでしまいます。強大な力の存在、神に近い存在となったファンロンモンとハルチカは、自分を陥れた人間たちへの復讐のため現実世界へ渡ろうとしましたが、残りの神獣4体たちが何とか封印した。それが彼ら死生獣と呼ばれる存在であるのです。ちょっと待って、じゃあ主というのは、つまり。あの主と呼ばれる存在は、一人の少年と世界中の憎悪の念を取り込んだ存在というわけか。そう、僕たちが生きていた時代は戦乱の世、不信と憎悪、恐怖、ありとあらゆる漆黒の念であふれかえっていました。その思いに飲み込まれたのが、この異世界を支配する主なのです。そして彼は元の世界に戻って復讐を遂げようと画策している。復讐なのか。はい、奴は身行きなる少女をその手に収めています。二つの世界に扉を開けることができる。それを死生獣たちがかろうじて阻止している状態なのです。ですが、それももう時間の問題かもしれません。このままでは人間が住む世界も破滅してしまうでしょう。なんだか壮大な話になってきちゃってるよ。ああ、だが俺たちの目的は何も変わっちゃいない。そうだ、僕たちはミユキを取り戻す。そのために主に打ち勝って、あいつの怒りを鎮めなければいけない。そうしないと、この後もまた僕たちのような悲劇が繰り返されてしまうんだ。その通りです。どうか彼の怒りを鎮めてください、スーツエモン。僕は確かに君のいい相棒じゃなかったと思う。でもこの子たちは多分違う。彼らに希望を託してはどうだろう。本気で言っているのか。斧が罪を棚にあげて。頼むよスーツエモン、お願いだ。わかった。
このコアッパどもの未来に罪はない。そしてその幼き相棒たちにも。じゃあ人間とその相棒のコアッパどもよ、何時らに加護を授ける。我からの選別だ、受け取るがいい。そして努めて自分の使命を全うするのだ。いいな、未来の人間たちよ。ああ、約束する。天に輝う数多の星よ。いにしえよりのぬくもりは消えず。この歌、響きけり。あなた誰？私以外にその歌を知っている人がいるなんて。信じています、愛しき弟春近は必ずや戻り、再び我に会いに来ると。春近、弟を待っているの？それってなんだか私に似てる。天地神明に誓ってお願い申し上げます。どうか彼らの安寧をお守りくださいませ。どうかこの水瀬の名にかけて。水瀬、まさかこの人って私のご先祖様？今再び結ばれし時、夢夢壊るることなき絆、この身捧げ共に生かさらば、一筋の光をどうかこの手に。待って、ご先祖様、聞きたいことが。私のこの力、ゲートを開く力って一体何なの？どうして彼らと争わなければいけないの？私たちはどうしてこんな。やった、勝った、勝ったよ姉さん。姉さんを奴の呪縛から解き放てた。姉さん、しっかり。姉さん、姉さん。春なのね。大きくなってごめんね、迷惑かけて。うん、いいんだ、再び会えるだけで十分なんだから。ようやく助けることができた。姉さん、お姉ちゃん。春ってば、みんなここまで来てくれたのね。みゆき、無事でよかった。たくまさん、みんな、お願い、主を、主を、春近を助けて。助けて、どういうことなんだ、みゆき。
だってあいつはみゆきをひどい目に。確かに主は生贄にされた恨みを抱いている。でもそれだけじゃない。彼はマルチカは誤解してるの。あの人は見捨てられたわけじゃ。そこから先はハルチカ殿本人から聞いた方がよろしいでしょう。あなたたち何か知ってるんですか？その答えは我らの口から語るわけにはいきません。ですがすぐにあなた方も知るでしょう。知るとは一体。教授、始まった。彼が呼んでいます。いよいよね、タクマさん。行きましょう、アルチカを止めに。みゆき、行くってどこに？一体彼の誤解って。ここは？タクマさん。みゆき、それにみんな無事だったんだ。よかった。ここは一体？ここは死生獣が封印を施した主の居場所よ。ここが？それで主は？違うというのか。こっちを見てる。ああ、姉さんと私よな。まさかこれが、これが主？みゆき、秋春、何の違いがある？何時ら兄弟は再び愛まみえたが、我が姉は未だ我が元に来ぬではないか。同じ水瀬家の血脈を継いだものだというのに。同じ？主は何を言ってるんだ？主に捧げられ、今や意識の中核となっている水瀬春近。彼は私たちの遠い祖先。みゆきたちのご先祖様？そうか、これで全てがつながった。だからこいつは姉さんを必要に。ええ。なぜ恨まぬ？なぜ？長き時見捨てられて、それでなぜ人を世を恨まぬ？捨てられていないから。私は捨てられてなんかいない。これは自分で選んだことよ。私は助けたの、自分を犠牲にして。あの時幼かった弟を。そして弟は助かってこんなに立派な大人になった。姉さん。だから恨むはずがないでしょう。そうだ、秋春はずっとみゆきのことを思っていた。記憶が薄れるほど長い時を過ごしても、みゆきを助けるという信念だけは抱き続けていたんだ。みゆきだってずっと戦ってきたんだ。お前に魂の半分を奪われても決して諦めなかった。絶望しなかった。みゆきはお前とは違う。お前みたいな臆病者とはな。黙れ黙れ。それにあなたも捨てられてなんかいない。わからぬ、わからぬ。何じら、何を言う
まる。ああ、最後の戦いの始まりだ。私も手伝う。みゆき、無理をしなくていい。そうだよ、君を守らないと僕たちは永遠に帰れない。なら、レナモン、ハル、そしてタクマさん、みんなに私の命を預ける。信頼してるからね。うん。何の気付きを得ようと突き抜く。解雇したんだ。ふん。みゆき、再び汝を飲み込み、今度こそ彼岸の世界を渡ろうぞ。再び結ばれし時、夢夢壊るることなき絆、この身捧げ共に生かさらば、一筋の光をどうかこの手に。やった、聞いてるぞ。終わったの？多分。許せぬ。え？なんだ？声が聞こえる。誰だ？我を阻む者どもめ、決して許しはせぬ。さっき。うん、聞こえるね。ここにはもう僕たち以外いないはずなのに。おのれ、おのれ。あいつは一体。まさか。愚かなり、我の道を塞ぐ者どもめ。お前はまさかハルチカ。さよう、我はハルチカ。主は僕たちが倒した。お前の恨みもここで終わりにするんだ。愚かなり、主など所詮この世の断りに過ぎぬ。我が抗う力、未だ尽きぬというのに。破滅の呪縛に囚われし、我が半身、ファンローモンよ、入れよ。こんなのどうやって戦えば。
うしがいがあるってもんだぜ。なんだこの風。なんたる好機、これこそ悲願を結ぶ扉よ。時は来たれに、なあ懐かしき風、扉の先に我は。しまったミユキ、このままじゃハルチカが僕らの世界に行っちゃう。いいえ大丈夫、私を信じて。お願いタクマさん、もう少しだけ主を食い止めて。アグモン聞いたな。行かせないぞ。ドラクモン行けるな。任せとけって。さあ最後の戦いだ。キュッキュッキュ。ラブラも頑張りましょう。ええ、大丈夫、私がついているから。うん、分かった。フローラもいいところ見せちゃおうね。そうだね、ビシッと決めちゃおう。ここが正念場ってやつか。あいつに勝てれば真のヒーローだ。そうだな、ミノル。ロップも行けそうか。うん、怖いけど修二と一緒だからなんとかなると思う。よし、それじゃあ最後の戦いだ。あの死にすら劣る獣の時が。このままじゃ持たない。ミユキ君、せめて扉を閉じてくれないか。いいえ、もう少し、もう少しだけこらえて。そんなこと言ったって、このまま扉が開き続けたら。扉の向こうから光が。なあ、この動画知ってる？知ってる知ってる、めっちゃリアルだよな。これってさ、もしかして本物だったりして。まさか。でも本物だったらすごいよね。なんだこの声は、この音は、一体何なのだ。すごいすごい、頑張れ。いや絶対作り物でしょ。でも本物にしか見えないよな。なんだ、なんだというのだ。一体どうなってるんだ。あ、メール。あ、学校の友達から URL、 動画サイトか。これはこれお前じゃね。たくま、なんかお前の動画がすげえバズってんだけど。はあ、嘘、これやば、めっちゃ再生数伸びてる。世界中の人がアグモンやピエモンの姿を見たってことよね。そうか、認知の力。認知の力。この世界は現実世界の人々の思い、認知によって形作られている。多くの人々がアグモンが存在することを知ったならばどうなるか。どうなるんですか。ハクマ、僕
なんだか力がムクムク湧いてくるよ。私も今なら何でもできちゃいそう。これは凄まじいな。そして人々が私たちを応援する気持ち、温かく清らかな気持ちがハルチカの脳腫を晴らす。タクマさん、敵は弱ってるわ。畳みかけるなら今よ。わ、分かった。行くぞ、みんな。さっきより弱ってるって言っても、まだまだ強い。光は、なんだ。ようやく見つけられました。光がみゆきに吸い込まれていく。みゆきの姿が変わった。ハルチカ、ようやく会えました。ああ、愛しき弟よ。まさか、ハルチカの姉、ユキハ。その意識が姉さんに憑依したのか。門から黒い瘴気のようなものが吹き上がっていく。ああ、なんということ。これなる瘴気こそハルチカを高ぶらせる災い。戦乱の世に散り、憤怒と怨嗟を抱えた数多の魂、その黒き怨念、我がすべて引き受けましょう。瘴気が全て抜け出ていく。やった、僕たちは勝ったんだ。見たまえ諸君、ファンロンモンが本来の姿へ戻っていく。安寧は戻りました。この地を取り巻きし憎悪の念は消え去ったのです。今後は正しき姿のファンロンモンがこの世界を守り続けるでしょう。ですが、その前にあるべき姿に戻りました。ファンロンモン、ギナセンの巫女か。久しい。陶器子孫の身をひととき借りて、今こうして見舞いに立っています。弟が旅立ってから、大切なハルチカ、あの子を思わぬ日は一日とてありませんでした。
けれど、この身には家を継ぐ責務があり、家を守り、民の安寧を守り、人のしがらみに縛られ、この地へと渡ることは叶いませんでした。そしてようやく自由を得た頃には、我が身は塔に置いてしまったのです。故に子孫に託したのか、再会の願いを。つくづくけなげなことよ。だが我が半身は。承知しています。故に因果をねじ曲げ、ここに立っているのです。愛しき春近を今一度抱きしめるため、さあ我が弟の対なる獣ファンロンモン、春近を返してくださいませ。とのことだ。おう、聞こえているのだろう、春近よ。汝が念願は今こそ叶う。長き苦悶と憎悪の日々はここに終わるのだ。お主の体から光が、春近の霊が飛び出していく。姉上。春近。姉上、姉上、私は何ということを。過ぎたことです。もう良いのですよ。私が抱いた恨みの念が世を滅ぼさんとしていたと、いくら詫びても償いきれませぬ。春近、元来人と獣は一つのもの。獣は人の半身であり、慈しみ。獣はいつでも半身を認めてきたのだ。人は獣を見つめることで己を見つめる。人が己を認めることで、そこに誠が生まれる。そう、誠だ。信じ合うからこそ人はさらなる高みへと至るのに。なのに私は水瀬の子、我が子孫に遺恨を残すような恐ろしいことを。春近。もうよい、もうよいのです春近。その涙だけで十分ですよ姉上。私を止めてくれた子らよ。はい。久しき時の因果に楔を打ったそなたになら、世を平定させる力があるやもしれぬ。あとのこと見守らせてはくれぬか。そなたらが許してくれるならば。もちろん我も共に。姉上。さあ春近、行きましょう。今度こそ心安らげる場所へ。戦乱の世はもう終わったのです。あとのことは子供たちに任せましょう。はい、はい、姉上。本当にありがとうございました。この世界を救ってくださって、おかげで弟と再び会えました。またあの頃のように共にいましょう。皆様はどうかいつまでも仲睦まじく生きてくださいませ。姉さん大丈夫か。
主が正しい姿となり、扉が開いたことによって二つの世界がつながったんだ。それにより、現代文明の影響がこの世界へ急速に流入しているのだろう。うん。流入じゃないわ。融和が始まったの。人間と魂の片割れである獣たち。世界と異世界の融和が始まって、ゆっくりではあるけど、世界は変わり始めるの。どういうこと？つまり、最古の壁画にあったように、世界は本来あるべき姿に戻るのだよ。それは、つまり、人と獣神が一緒に生きる世界に。ああ、人々が獣神という存在を受け入れるには、まだ時間がかかるかもしれないが、先ほどの拓磨君の映像などで受け入れる土壌はできているかもしれないね。獣とアグモンたちと一緒に。そうか、それはきっといいことなんでしょうね。その変化を見届けてみたい。でもこっちから見届けることは僕らにはできない。僕らの世界には待っている人がいる。家族が、友達が、そして何よりこの融和の影響を受けて変化する僕らの世界で戸惑う多くの人々がいるだろうから。たくま、それに久しぶりに母さんのカレーを食べたいしね。そっか。アグモン、今までありがとう。君がいなければここまで来れなかったよ。僕はここでタクマとお別れなの？何を言ってるんだよ。もちろん一緒に決まってるだろ。母さんのカレーは絶品なんだ。アグモンも食べてみたいだろ。いいの？だって僕と君はかけがえのない相棒、パートナーなんだから。悪魔、うん、僕も食べたい。ファルコモンも行こうぜ。俺らが住んでいる町はここより賑やかなんだぜ。ああ、無論だ。どこまでも一緒について行こう。ねえ、ラブラも。待って、言わなくてもわかるわ。もちろん、ずっと一緒なんだから。クネモ、一緒に行こうぜ。嫌だって言わせねえぞ。ドラクモ、どうする？お前も。言わなくても感じてるか。まあな。俺たちは腐れ縁だ。シャコモンも来て。ロップモンを連れて帰ったら家族は。いや、そんなのは関係ない。だってロップモンのおかげで今の自分がいるんだから。シュージ、フローラモン、もちろん来るわよね。何聞いちゃってるのよ、分かってるくせに。ガブモン。うん、アキハル。二つの世界が融和したら、そうか、僕たち人間と獣神を隔てるものはなくなるんだよな。それってどんなことなの？考えてみたんだけど、この先僕たちやアグモンたちみたいにパートナーとして出会える人たちが増えてくる、そんな気がするんだ。その可能性は高いと言えるだろう。当たり前のようにそばにというわけにはいかないかもしれないが、それでも自分の半身と世界を隔てることなく出会える可能性がある世界になるだろう。そもそも彼らと我々は互いに補い合う半身同士のような存在なのだから。それって新しい世界で新しい時代が始まるってことか。最初の世代になるのね。そっか、
それは楽しみだな。よし、みんな帰ろう。僕らの家に。僕たちのサバイブは一旦ここで終わりだ。こんなど田舎だったとはな。そういうこと言っちゃダメだと思うよ。でもさ、変なこと起きないよな。大丈夫だよね。何ビビってんだよ。まあその気持ちはわかるけどな。なんてったってここはさ、あの神隠し事件があった場所だからな。そんなに嬉しそうに言わないでよ。あの噂をちゃんと知ってるの？もちろんだって。だからワクワクするんだろ。確かこの辺りでモンスターに出会ってすごい冒険した人たちがいるんだろ。うん、ネットによるとデジタルモンスター、デジモンだったかな。それと出会った人たちが最後には最強のモンスターに勝ったとか。それってすげえと思わねえ？はあ、俺もモンスターに会ってみたいよな。でもそんなにいいことばかりじゃないって聞いてるんだけど。気性の荒いモンスターに出会うと襲われちゃうって。なんだよ、ビビってんのか？じゃあなんでついてきたんだよ。そりゃあその会ってみたいから。私もだろ。だからめんどくさい課外キャンプを口実にさ、この場所に来たんじゃないか。そうなの？そうさ。って、今の声、何？ここだよ、ここ！Hey.